まあ前回来ちゃったからな。そうそうそう、なんかそういうの来ちゃうとね、意外と月1みたいな、あの家族制約みたいなありそうだし。あーどうも、トグくん。トグ、あれ、あれ、トグくん。やばいよ、30人だぜ、だって。30人ですよ。なぜトグくんおらんかと。30人は、やばすぎるな。30人は多い。さすがに俺も多いとは思うけど、まあすごいね。今日そう、それこそ来る前にツイッターとか覗いて、なんだっけ、ディーノだっけ、大阪の対戦会やってるとこ、対戦会大会か、ディーノ、あ、はいはい、ディーノか、茨城のね、そう、茨城のディーノで、なんか14人だかなんかって見て、あ、ディーノ多いなと思ったんだけど、はいはいはい、昨日ので、ね、昨日なんかあったんでしたっけ、ああ、そうそうそう、レミの、そうレミの方が、そうそう、来てたんだけど、嫁ゲージマイナスは、大丈夫だよ。嫁ゲージぐらい気にしちゃダメだよ。本当に大人気ゲームですね。うちっつうか俺の車に嫁ゲージが確実に増えるカステラというものが積んであるから、お取りに来れば嫁ゲージ増えるよ、勝手に増えるから。おっと、そんなこと言ってられるに絶唱、誰だ、あれ、おっぱさんですね。おっぱだ、 ETM いい組み合わせやってるね、俺の知らない間に。画面見てろってなるんだけど、いつもじゃん。いやこれ、いやこれ終わる。リフリア有利って偉い人が言ってました。そうですよ、リフリごときで。日本語大丈夫？リフリ、なんで、なんでだ、書くんなかった。いやいや、それはそれはね、嫁側がリフリは有利って言うんだから、それは大丈夫ですよ。嫁側が言ってるんだったら理解ある方だろ。そう、嫁側が言ってる、理解ある嫁。いやーしんどい。9ワンチャンあるけどね、ユン。でもやっぱきついよね。いやきついですよ、まあ、まあ、いや、まあ、それはしょうがない。